では羽野直也選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今節なんですけど、モーターの評価、まあ、前傾含めて今のところどういった感じでしょうか？そうですね、普通あるかないかぐらいのレベルだと思ってます。あまり今のところいいっていう感触ではない感じですかね？そうですね、体感はまあ普通ぐらいなんですけど、ちょっとパーセントほどなくて、なんか落水の影響があったらしくて、ちょっと今下がり気味のエンジンらしいです。どういった感じにしたいですか、羽野さん的には？そうですね、とりあえず包まれないようにはしたいので、伸びがなければちょっと求めたいんですけど、まあ、一番乗り心地とかを求めていけたらいいなと思ってます。普段から乗り心地重視をされる感じですかね？そうですね、まあ、そこ出足とかが来てれば一番結果につながっていると思います。まあ、今節が、まあ、来始めでの1走目ということで、今日が、まあ、前期振り返って羽野さんいかがでしたか？前期、そうですね、結構僕の中では良かったと思います。いやいやいや、もう G1 も取って、まあ、G1 初優勝で初優勝、まあ、かなり周りから言われることも多いと思うんですけど、改めてどうですかね？そうですね、もうすごいいい経験になったかなと思ってます。やっぱりめちゃくちゃ出てました、あれは？そうですね、出てたんですけど、なんか元々の時よりは出てないっていうか、伸び寄りじゃなかったので、出足寄りだったので、ちょっとプレッシャーはあったんですけど、ちょっと頑張って調整したらたまたまハマってくれたんで良かったですね。じゃあ、まあ今節もそんな感じでなっていただけたらありがたいんですけど、まあG1 今節が5節目なんですけど、 G1 戦はもう慣れましたかね？いや、全然慣れてないですね、やっぱり。ちょっとなんか見てる感じそんな感じでもないですけど、ちょっとやっぱ緊張しますか？いや、でも記念だからっていうのはないんですね。まだレースっていうか、まだ常に緊張してるんで。一般戦でも？そうですね、一般戦でも全然緊張します。はい。まあ来年、まあSG の出場権も獲得できたっていうことで、そのあたりはどういうふうに捉えてますかね？そうですね、まあそこを走ることがを目標にしてきたわけじゃないんで、ちょっと思い切りいけるような準備をしていきたいと思ってます。では今季1走目、そして今節の意気込みを最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、全力で走ります。応援してください。